はい、おはようございます。本日は自宅の駐車場からお送りしておりますが、今からですね石川県金沢市に行くんですけども、現在嫁を待っております。我が家のお姫様は用意に時間がかかるので、ちょっとほったらかして駐車場で現在待っております。なので若干ご機嫌斜めなんですけども、もうちょっとしたらね降りてくると思いますので、降りてきたら一緒に来るまでね4時間ぐらいかけて金沢に行きたいなと思います。2泊3日の Vlog になると思いますので楽しんでいきたいななんて思ってます。ちなみに今日からですねマイク変えたんですよね。カメラのマイク上に今つけてるんですけど、もしかしたら音綺麗になってるかもしれんけど、僕は旅行よりもちょっとそっちの方が気にはなってるんですけど、皆さんいかがでしょうか。まあそんなことはどうでもいいんですけど、この後嫁が来てね、ちょっと機嫌を取りながら、金沢に行きたいなと思いますので、ではもうしばらくお待ちください。サバへ到着しました。サバへといえば、メガネが有名なんですけども、ここでちょっと昼ご飯を食べたいなと思います。ちょっとね、晩ご飯まで時間があるので、先にも食べとかな晩ご飯食べられへんくなるで言うて、晩ご飯はちなみに、お寿司ですよね。はい、だからそれまでに、お腹いっぱいにならないようにね食べていきたいなと思います。わー、ソースカツ。いやいや、無事到着しましたよ、金沢に。石川県金沢市。実はね、来た理由は明日にねちょっと撮影あるので、そのために来たんですけども、もちろん撮影といっても僕のためですよ。なのになんてか知らんけど、嫁がこんな衣装もいっぱい持って、アシスタントの方が衣装多いってどういうことやね。現在時刻が3時ぐらいで、6時からお寿司を予約してるので、それまでゆっくりしたいなと思います。こんな感じでね、金沢に来ました。ではチェックインしていきます。ここにあるか、カード入れ。カードキーをお入れくださいって書いてあるか。書いてあります、うん、あ、電気つきました。かわいらしいね。ありがとう。めっちゃ乾燥してるやん。うん、そうだよ。そこで処理管あれあるよ。暖房切ったら切っていいの。うん、いらいらどうしてもいい。ちょっとだけ昼寝したんですけども、今からちょっと準備してね、現在が5時20分なんで、6時から、本日のメインですよね、梅堂さん、お寿司ですね。はい、適当にお寿司頼んどいてって言ったらですね、しっかり店きっちり予約していただいてますので、そちらに向かいたいなと思います。梅堂さんバッチリ化粧、120点化粧してありますけどね、ちょっと濃いめのね。してないね。だってさ、今日ファンド薄いファンドだからガッツリじゃないじゃん。お寿司楽しみですよ。このために来たと言っても過言じゃないよね。いやいや、明日が大事ですよ。そうですか。ちなみに一番楽しみなネタは何が楽しみ？明日？あ、今日？うん、ウニ？だから何がでも何、ここら辺のおすすめのものなんだろう。カニとかまだあるのかな。いや、もうないよ、カニ。ね、金のことはきっちり聞かれるの。
張った今。ちなみにコート良かったですね、それ。ねえ。アウトレットで買ったやつ。ねえ、かわいい。非常に良かったですよ。ちょっと今日金沢やっぱ寒かったね。そうですね。大阪だったら全然行けると思うけど。実はこのね、後ろ側が金沢城なんですよね。明日観光に行こうかなと思ってるんですが、明日午前中にちょっとお仕事をして、昼からは観光の予定ですね。ちょっと早めに出て晩御飯のとこまで歩いております。ちょっと街並みが見たいなということで来てるんですが、寒いですよね。ということで、今日の今から行く寿司屋はどうやって調べたの？金沢は寿司って調べて、上位に来たやつから電話してって、で上位のところはやっぱりもう何ヶ月か前とかやってなかったけど、ここは上位にもかかわらず予約が取れた。それでここに、はい、口コミとかも結構高かった。うん、口コミとかも高かった。そういうのを全部管理して選んでるから大丈夫です。ほんま住宅街みたいなところやな。分かった。そう、あのライトついてる。なんということでしょう。住宅街のところにポツンとあるじゃないですか。印刷取ります。これ歯でかってたら割れそう、このグラス。確かに。もう飲んでみる。ちょっとフルーティー。おお、めちゃくちゃフルーティーなんで。うん。いける？いける。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。ぴったり。食べていい。お湯入れますわ、いいかな。何やろ、もたるじゃない。なんか味するやん。柚子。あ、柚子か。飲まないんですやんけ。ガブリッツですね、一言。毛ガニと海のソース、シャリが上にヨーッと振ってお取りください。うまいしかない。次のエレベーターに行く。では今日はどうでしたか。もう今エンドロール流れてるわ。あ、そうなんだ。今日これでおしまいなんだ。おしまい。あ、そうなんですね。どうでしたか。え、美味しかった。ごちそうさまでした。いい。美味しかったね。もうなんか吐きそうだけど、お腹いっぱい。うまかったな。ね。でちゃんとコンビニでもいろいろ買い出してるから、この後は、アイス食べ、アイス食べてね、終わりにしたいなと思います。
見て見て、ハーゲンダッツ買っちゃった。